ちょっと日常から離れてぼっとしてられるようなそういう小屋ができたらいいなと。仕事もできるし、うん、まあこれこっちに持ってきてもいいですね。あ、寝れますこれ、最高です。皆さんこんにちは。株式会社木の根専門店谷口工務店の代表の谷口博一です。この番組はですね、これから家づくりをされる方のためにいろんな情報をですねお出しするチャンネルでございます。今日はですね、なんと、滋賀県立美術館に来ましてですね、入江さんと竹原さんにですね実は作品を作ってもらいました。今からなんと贅沢にお二人で入江さん中心にここ、ね、まずここ外のね小屋のあたりから説明してもらいたいと思います。じゃあ入江さん、あ、お願いします。どうもこんにちは、入江です。2ヶ月ちょっと前に突然何か展示してほしいという依頼が来まして、急遽ちっちゃな小屋なら大丈夫なんじゃないかということでね、建てさせてもらうことになりまして、ただとにかく工期がないのでどこまで実際に近づけられるか完璧ではないんですね。展示用としてやってまして、でも実際はここから移築した時に断熱もきちんとやってちょっとエアコンも入れようと、ね、快適にどっか琵琶湖のほとりでもいいし庭の片隅でもいいんですけれども、そこにポンと置いてちょっと日常から離れてぼっとしていられるような仕事ができるようなそういう小屋ができたらいいなと。実質4畳半ですね。あと、まあ、縁側がついてますけどそれを入れても6畳の広さです。湖畔の方丈っていうタイトルがついてるんですけど、谷口社長の家僕が設計してるんですけど、琵琶湖湖畔の家って呼んでるんですね。琵琶湖湖畔にあって琵琶湖に近いところにこういう小屋がポツンとあったら谷口さんもまたね普段の仕事を忘れてぼっとできるんじゃないかなと思って作りました。時間がない中でね、材料の手配とかそういうものがうまくいくかどうか難しいなと思ったんですけれども、いろいろ大工さんがやりくりをしていただいて、はい、今のところここまで来ましたのでぜひまた見てください。中に絵本とかいろいろありますので子どもたちも楽しめると思います。今回ね、一応パネルにしてね、工場で作って持ってきて、いいですね、工夫してね、やりました。はい、キッチンはね、電子レンジ入れればある程度いけるので、お風呂以外はここで済むんですよ。だから一泊ぐらいしてても大丈夫かなと思いますね。高さとかいうのはだいたいこれで決定だね。あ、もうこれぐらい。だからもうこれぐらい一番いいんだ。外のデッキから2メートルぐらい、2メートルぐらい、かなり低く抑えたんです。やっぱりちっちゃいので通常の高さだと間が抜けてしまうのでね、本当に低いんですね。田口さん、これだいたいどのぐらいの日数で出来上がるの？5、6日でやったじゃないですか。え、1週間はい、パネル化したからですよね。パネル化してからね、パネル化できたらできるで、ね、ここで、はい、網戸も網戸があって、はい、ガラス戸あるんですけど、ちょっとどう間に合ってます？ガラスはまだ入ってない。余裕があればね、雨戸を追加してもいいですよね。はい、余裕ね。ここの間はどれくらいですか？909ですね、うん、単純な形ですよね。切り妻で構造材がほとんどが105角の普通の流通材ですね。で収まるようになっていて、これぐらいのサイズがありますけど、あとはみんな これでこのサイズだけでできてます。だからそのサイズに合わせて断熱材をまた入れていくとそれなりに性能が出ると思います。これやっぱりこのデッキは入江さん何か意味ありますか？この幅は外壁に合わせるとこれが出てきてしまいますよね。プロポーションが縦長に見えてくるので少し長くして、はい、もっと長くしてもいいんですよ。だから敷地に合わせて好きなだけ長くして、うんうん、プレハブ化になっててこう持ち込んできてそれで組み立てていくから基礎がどのぐらい簡単にできるかやね。そうですね、うんうん、今本当にポンと置いてるだけですけどね、うん、これぐらいでもこの規模なら済むかと思いますけど、うん、普段やってるのはブロックで、あ、ブロックでやって吸血するっていうのもできます、ね、はいはい、昔の一番最初のプレハブってミゼットとかなんかだったじゃないですか。こういう形でもやったあ、だからやっぱり基礎がねいるんですよ。だから基礎をそのどう作るか、戦後ずっとすぐにプレハブ化を目指していきながらやっぱりその離れを作るっていうね、一番の重要なものがあったから、まあ、まだそれが今復活するかもしれない、まあ、多分コロナで復活するだろうという予感をしてるんだけども、まあ、いろんなまた制約がねあるので、やっぱり逃げ場を作った方がいいのか、うん、それとも何か逃げ場はない方がいいのか、これはちょっといろいろそれぞれの家族の事情によって逃げ場があるっていいですよね。ね、いいですよね。なんか意味になりますね。ちょうどサイズもいいかもしれない。サイズがいいんだこれ。あとたるきなしで J パネルだけでも持ち出してるので、本当にねパネル化してパッパッと
組み立てができるかもしれない、ね、これ屋根は鉄板でいくの？そうです、ガルバリウムで。ガルバリウムでね、うん、まあ、今回はちょっともう時間的に間に合わなかったんで、これで軒先だけルーフィング表しでやってますけれども、2ヶ月の間ですから、うん、縦派でどちらでも平吹きでも縦派ずでもいいかと思います。あとはこの方位がどこにするかですね。例えばどっち向いて南が来るかによって変わっていく。そうですね、うん、こういう平入りになるのか妻入りになるのかはパターンが2つあったら、そうですね、自由ですから、正方形ですから、こうかけてもいいですよね。パターンを2つ作れたらすごくうまくいけるし、はいはいはい、というのでこれはこれから日本にとって大事な建築、ね、昼寝ぐらいできますので、中に行きましょう。4畳半の中にトイレもあって洗面所もついてるんですけれども、それでも結構余裕ありますね。ここ椅子一つ置けますしね、はい、仕事もできるし、うん、まあ、これこっちに持ってきてもいいですね、うん、壁まででね、ここで畳1枚分、畳1番、それより少し広いぐらい、うん、いいよね。このテーブルも井出さん の、うんうん、のデザイン、うん、ラワンで、ラワンです、ね、うん、いや、もうこれも込みで買ってもらいますけど、こういう絵本も書いてます。安藤忠雄さんの、ね、うん、絵本っていうのがあるんですよね、うん、これね、これね、だから子供たちにも住宅関係の絵本がいっぱいあるので、壁天井、壁はもうこれね、杉ですよね、杉で、杉でやって、あとこちらはね J パネルの薄いやつでやろうとしたんですけど、間に合わないっていうのでもうナンバーでやってますけど、できれば報い板でねやるといいかと思います。個人でいるのが普通なので、トイレももう本当に、ね、まあ、便器が見えないっていうだけね、まあ、もうドアそんな感じでちょっとトイレも座ってるまあ、これぐらいでいいだろう。冷蔵庫はここにつけようかって話だ。冷蔵庫置きたかったらこちらに置いてもらったりとかね、洋服がかけられれば。時間もないのにちゃんと引き出しまで作ってるって。一応収納もあります。取れますからね、これは。運びやすい、外れるから寝れる。こんな仕掛け、あ、寝れます。これ最高です。洗面器だけ木をねくり抜いておこうって言うんですけど、逆にこれが余ってるっていうので、あ、じゃあこれを入れようと、とにかくあり合わせのもので作った感じですけど、よくここまでやったなと思いますね。4畳半っていいですね。ということで、今日ですね、後半の北条をね、井出さんと竹原先生に案内をしていただきました。今、谷口さんと欲しい方に販売ができるようなちょっと段取りを考えてますので、はい、谷口さんの方にご連絡いただければ。ありがとうございます。ちゃんと断熱もしっかりやってエアコンつければ十分大丈夫、一年中使いますので。今の話の中で、こう日本の住宅になった原型が4畳半で、うん、京都に同人祭っていうのがあるんですけども、正方形になってます。で、正方形でルート2というやつを使いながら大工さんが編み出していくものですよね。円を描くことを覚えた、三角を作った、でそこのところからですね、正方形を編み出してきて、でこの建築が出来上がって、で大安という利休が作っていくやつはそれの半分の2畳という正方形を使って、で日本人は畳というやつをうまく使ったので、畳が坪数に変わっていくので、畳2枚で1坪になりますよ。何坪でいくらかかるかっていうのが日本人は頭で計算できるので、量産できたら持ってやすくなるんです、はい、今からですね、竹原先生のその縁側、その縁側行きます、はい、行きますので、はい、ということで、はい、お二人贅沢な説明してもらいました。今日のね、内容を見ていいなと思った方ですね、いいね、コメント、チャンネル登録お願いいたします。ありがとうございました、はい、どうもありがとう、はい、柱もこれね、このそのままあるがままですから、太いもあれば細いも、うんうん、でそれを大工さんが刻んでいくんですね。